まずはキックオフ山梨です。明治アスター J2 リーグヴァンフォーレ甲府は昨夜アウェーで横浜 FC と対戦し0対1で敗れました。リーグ最少失点の首位横浜を撃破し3連勝を狙うヴァンフォーレでしたが、序盤から押し込まれる苦しい展開に。それでも守備陣が踏ん張りスコアレスで試合を折り返します。後半立ち上がりには鳥海が左サイドを突破すると、クロスに最後は飯田。決定機を迎えますが枠を捉えることはできず。すると後半38分、コーナーキックから押し込まれ失点。苦しい時間帯にリードを許します。その後ヴァンフォーレはゴールキーパーの渋谷が攻撃参加するなど最後まで執念を見せますがノーゴール。0対1で敗れ連勝は2でストップです。勝たせられる選手にならなければいけない。攻撃の選手だったら自分たちに勝ち点3を与えられる選手、守備の選手だったら相手に勝ち点3を与えない選手、単純にそこが相手の方が上回った、一番そこを見つめ直して戦っていきたいと思います。サポーターも多く駆けつけていただけに悔しい結果でしたね。悔しいですね、はい、ただまだ今シーズン上位陣との対戦残ってますので、この今シーズンの悔しさは今シーズンで返してほしいと思います。では暫定の順位表です。ヴァンフォーレは10勝8分け12敗、1試合少ない状況ですが順位は変わらず13位。 J1 昇格プレーオフ圏6位との勝ち点差も9のままです。次節の対戦です。次節は21日土曜日、アウェーでベガルタ仙台と対戦します。続いてはユニークなルールを採用した小学生の大会が韮崎市で行われました。昨日行われた鬼の工業カップ、大会は7チーム総当たりのリーグ戦で行われ、小学校低学年と高学年の2部門で優勝を争いました。選手の成長につなげようと毎試合チーム全員が必ず出場するという独自ルールが設けられていて、勝利するためにはチームの総合力が求められます。普段より出場時間が伸びてアピールできた選手や未経験のポジションに苦戦する姿も。仲間との絆を深めながら全力でプレーしていました。こんなに難しいんだなと思いました。キーパーとして全部ボールを取ってみんなの頼りになる選手になりたいと思います。味方の、ポジションが違えば違うプレーもできるし、違う技もチャレンジしたいと思います。